こんにちは。今日の切り抜きニュースは、昨日行われましたその代表権ですね、国政政党の裁判の代表権、大津彩香が代表者なのか、斉藤健一郎が代表者なのかについては3月21日に、判決が1時10分かな、10分か15分ですけども判決が出ることが決まりましたので、やっと、ちょうど丸1年、かかりましたけども、そういった形で具体的な判断が下されるということになります。で、一審判決ではありますが、もちろん登記簿の方ですね、法務局の方は三審制が終わるまでは致し方ないかなとは考えているんですが、これはもう明確に法律が、ありまして、大津彩香がその書面を書かなければいけないということで、現在その裁判も法務局に提出する用の書類をですね、大津に記入して、持参せよという請求の趣旨になっています。ただそれを拒否して、控訴ということは考えられるんですが、総務省の方は今のところ斉藤健一郎氏がこの国政政党の代表者と認めるに足りる証拠がないということですので、まずは一審判決の段階でですね、斉藤君が勝てば総務省に対しては、国政政党の代表者は斉藤健一郎であると主張していこうと考えています。でもしですね、もちろん総務省はそれで飲むかっていうと、我々も正直総務省から嫌われてるっていう自覚はありますので、そうなるともう訴訟を提起していこうという考えです。っていうのはもう4月には衆議院の補欠選挙が行われますので、3月21日までに判決が出ればですね、4月の衆議院補欠選挙、東京とですね、長崎と島根ですね、少なくともこの3つは補欠選挙がありますので、これに候補者を出すつもりです。出すつもりというかもう出します。これは我々のこの団体として出すということで、勝てばのにも話してますからね、国政政党の公認候補として擁立をすると。でそれを総務省が認めない場合においては、総務省に対して選挙の妨害行為であると、選挙運動に対する妨害ということで、民事刑事含めて、提出しようと考えています。というのは国政政党の場合は政見放送ができると。で、政治団体であれば政見放送ができないということで、もう政治団体として立候補するのと国政政党として立候補するのでは衆議院選挙が雲泥の差がありますので、ここについては3月21日我々が勝てばですね、総務省の方もですね、そもそも形式審査しかしちゃいけないとなっているわけですから、それは受理すべきだろうというところで、3月21日の判決については我々としても期待しているところであります。なんとか、衆議院補欠選挙までに間に合ったなと。でもちろん年内に想定されるというか可能性が十分あります。衆議院のいわゆる解散総選挙においてもですね、我々としては当然、たくさんの候補者、国会議員がいる政治団体としては、次期衆議院総選挙、もちろん補欠選挙においても候補者を擁立するということで、それはもう決定事項であります。十分な資金力も確保しています。あともうちょっと戻るかも分かりませんが、東京都知事選挙においても少なくとも10名の候補者を出すことは決まりました。今ほぼ間違いないので20名確保できています。あまりちょっと多すぎても混乱してしまうので30人ぐらいが適当だと思っているんですが、東京都知事選に向けて30人の候補者を出すという方向で今かなり現実的に動いています。やっと代表権争いの判決日が決まりました。斉藤健一郎が勝つとは思いますが、無駄な1年でした。これからも大津親子は刑事と民事の裁判地獄が待っています。それではご視聴ありがとうございました。はい、他ありますか。ごめんなさい、切ってたつもりなのに、ちょっとごめんなさい、警察も元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。